はい、本日はですね、こちらのアウトラストの国産デニムを紹介していきたいなというふうに思います。で、最近ですね、あんまりデニム着かんな、やっぱりスラックスショーとか、やっぱりなんかジャージとかも流行ってるじゃないですか。やっぱそっちの方がいいっしょっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、まあデニムがね、とにかく見えひんということで、まあ、このままやと日本企業のデニムが終わっちゃうっていうことももちろんそうなんですけど、それ以外にやったらよく言われるのが、冬場のアウターとかあるじゃないですか。例えばバルトロ着ましたとか、マウンテンダウン着ましたってなった時に、どのパンツ合わせたらいいのかがわからんのよ、ほんでほんでっていうことってあると思うんですよね。ってなった時に、結構アウターって大きめになってるから、パンツがもうバランスって結構難しいと思うんですね。太すぎると変やし、なんかこうダボダボに見えるし、細すぎると細すぎるでちょっと若い子みたいな感じになっちゃうから、いい塩梅のデニムってなかなかこう難しかったりするんかなというところで、ということで、まあ今回どんなアウターにでもパッとはまるっていうか合わせやすいようなデニムのジーパンを作りましたので、そちらの紹介をしていきたいなと思います。まあ今日の流れとしてはですね、まあいつも通りそれの形をまず見てもらって、で次は特徴ですよね。これはもう国産、全部国産で作ってるので、まあ国産のっていう話で、まあ以前パーカー作った時も全部国産やったんですけど、まあ国産であるよという話とかいろいろあるし、アウトラストとかもあるので、まあ、そういう話したり、でその後にデメリットですねとは言いつつも、まあ、ここはちょっと微妙ですよねということで、まあ、いつも言ってるんですけど、トレードオフですね。こっちを取るとやっぱこっちが悪くなる、でこっちを取るとこっちが悪くなるっていうこのね、あるんですよね。まあそんなんがあって、で次のおすすめの人、そして、サイズ感という順番でいきたいなと思います。ではまず形見てもらいたいなと思うんですが、ここに新品があるので新品あげようか。まあ、まず形見てもらうとですね、一応形としてはちょっとワイドめなパンツにはしててですね、履いててそんな窮屈な感じっていうよりかはしっかりゆとりのあるような感じになってるので、履いてて窮屈感とかはもう全くないですし、あとで次はですね、この生地を見てもらいたいんですけど、この生地がですね、まあ、日本のインディゴデニムといえば福山なんですね。広島県福山市っていうのがもう一応聖地になってて、その染めるといえばそこになってるんですけど、そこの工場で染めていただいた生地を採用してて、まあ、本当に日本が誇るデニムといえばっていう、まあ、生地を採用します。で、まあ、一応ワンウォッシュかけてあるので、ワンウォッシュかけてることによって洗濯しても縮まないので、もう普通のサイズ感でそのまま買った時と同じようなサイズがずっと続くということで、やっぱノンウォッシュでもいいかなと思ったんですけど、ノンウォッシュって洗ってない状態なんですけどね、それにしちゃうとこう1回目洗濯したらギューって縮むんですよね。まあ、縮んじゃったらちょっとサイズ合わへんとかってなったらちょっと困るなと思ったんで、まあ、一応ワンウォッシュだけはかけてあるので、まあ、またそれはそれで良かったりすることもあるんですけど、まあ、今回に関してはもう全部ウォッシュをかけてて、で、まあ、ついこだわってるっていうのがレザーパッチですよね。このレザーパッチ見てもらったら分かる通り、これは何を使ってますか。そう、ヌメ革ということで、僕といえばもう絶対ヌメなんですよね。もうヌメ革しか興味ないというか、ヌメ革が一番好き。なんでかって言ったら一番経年変化が出るから、その人の味が出るからっていうことになってますので、まあヌメ革を採用してて、ここ0000って番号振ってあるんですけど、もうこれは世界に1個だけっていう意味で、まあ、シリアル番号みたいな感じで、まあ、僕に関してはもう0000なってるんで、僕はもう0000番が良かったんでこれにしてくださいって言ってて、一応サンプルに関してはもう全部オールゼロなんですけど、まあ、購入された方は0001の人もいてるし、0010の人もいているし、まあ、様々なんですけど、まあ、とにかく同じ番号は絶対ないよということになってますので、まあ、もしこのデニムがめちゃくちゃ売れたとしても、9999がもうマックスですよね。もうそれ以上は売れないということで、まあ、そんなに売れるわけないやろうということなんですけど、一応まあそんな感じのがこだわりということになってるんですが、まあ、ざっとしたね、形がこんな感じになってて、特徴に行きたいなと思います。まず特徴一つ目っていうのがですね、これもオール日本産で作ってるんですよね。このレザーのヌメもそうやし、デニムの生地もそうやし、縫製も全部そうやから、よく海外生産のやつって洗ってたりさ、ほつれてきたりするじゃないですか。そういうのが極力ないように、もう日本の人の手作業であったり、もちろん工場とかであったり、全部日本企業でしか作ってないっていう、まあ、結構こだわり、それもこだわりさせてもらったんですけど、こだわり抜いて作ってあるので、もうガンガン普通に洗濯機とかで洗ってもらっていいですし、まあ、もちろんね、使い続けてて経年劣化してくることはもちろんあるとは思うんですけど、まあ、極力そういうのが少ないように、国産の国内メーカーでお願いしたということになってますので、より頑丈に作ってるんじゃないかなとは思います。まあデニムなんでね、どんなものでも洗濯機で全然洗えるじゃないですか。だからこれも全然ぐるぐる洗ってもらったら、まあ、ちゃんと色落ちもしていきますし、まあ、なんやったら本場の中国地方で染めたインディゴになってるので、まあこれは楽しんでもらえるんじゃないかなっていうところがまず一つ目ですね。で、二つ目っていうのがですね、こちら全天候を履けるように考えたんですよね。まあもちろんアウターでも合わせれるっていう話は最初にしたんですけど、まあ、やっぱ冬場だけ使うっていうのもどうかなと思って、デニムやったら通年履きたい人も絶対いてはるやろうし、もちろん冬だけっていう方も出ていると思うん
ですけど、まあ、とにかく全シーズン履けるようにどんな工夫を入れたかというとですね、これ生地にアウトラストっていう生地を入れたんですよね。でアウトラストって何っていうと、このパンツを履いておけばそのパンツの中の足の温度っていうのがですね、まあ、30度前後を保ってくれるっていう、まあ、生地なんですよね。まあ、それがNASA とかで採用されてる生地になってるんですけど、その生地をちょっと採用しました。だからちょっと特許というか、日本でも数社しかちょっと扱えないんですけど、まあ、そこの会社さんにお願いしてアウトラストの生地をちょっと採用してもらったっていうことになってるので、冬場でも結構そんなね寒くないんですよ。ビュービュー風、もちろんデニムやから通るんですけど、でも他のデニムに比べると全然寒さは感じひんし、逆にじゃ あ夏暑いんか言うたら、夏は夏でそれはそれで快適なんですよね。これ不思議なんですけど、アウトラストをご存知の方からしたら、ああ確かにそうやなって分かってもらえると思うんですけど、そのアウトラストをこれで採用してるということになってますので、一見デニムでこうクラシックな感じに見えるかもしれないんですけど、ちゃんと機能も搭載させてるというのが、まあ僕のこだわりというか、まあ僕らしさというか、僕ならではというところを掘り込まさせてもらいましたということになってて、まあこれも後で言うんですけどね、めちゃくちゃ苦労あったんですよ。職人さんが怒ったりすることもあったし、これ作られるのちゃうかなと思いながらも、夏頃から制作してようやくできたということになってますので、まあいろいろそんな後で苦労言うんですけどね、まあそういうのがまず全天候履けますよというのが特徴であって、で次に、ヌメですよね。ヌメに関してはレザーパッチをヌメ側にしてるんですけど、もうこれはほんまになんていうんですかね、洗っても全然問題ないですし、洗えば洗うほどテカリというか飴色っぽく染まっていったりもするので、まあ、そういう変化を楽しんでもらえたらいいし、まあ、それだけだと面白ないなっていうことで最初言った番号も付けさせて刻印させてもらってますので、なんかより愛着を持って履いていっていただけるんじゃないかなというところが、まあ、特徴ですね。あとのこのデニムのステッチとかに関してはですね、一番オーソドックスなシンプルなこの黄色っぽい色味っていうのを採用しますので、あんまりその尖りすぎた真っ赤とかにしちゃうとちょっと尖りすぎてるかなと思ったんで、まあ一応シンプルな感じのちょっと黄色っぽいステッチを採用します。まあデニムといえばっていう感じのステッチですよね。まあその辺が特徴かなと思います。だから普通のデニムよりもちょっと快適性が高いですし、あとそのどこで染めたかわからへんものじゃなくて、ちゃんと国産で全部やってますので、まあその辺もまあまあある程度信頼してもらえるんじゃないかなと思います。でデメリットがですね2つあるんですよね。で2つ何かというと、まず1つ目っていうのが、そもそもデニム自体が今流行ってないじゃないですか。だからそれがどうなんて言われたりしたら、確かにっていう感じはあるんですけど、まあ、デニムがお好きじゃない方はもちろん履かないと思うんですけど、でもデニムが好きだけどなかなかこうアウターに合わせるやつがなかったとか、あとまあ普通にこれやったらこの今暗い状態なんでネイビーのパンツとしても全然使えると思いますので、いかにもデニム感というかこう薄いボロボロのダメージ入ってるっていう感じではないので、全くダメージとかもつけてませんし、まあ、シンプルに履こうと思ってる方やったら履けるんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、時代の感じで言うとデニムっていうのがまたいつかは来ると思うんですけど、今現段階でめちゃくちゃ流行ってるんかって言われたら、どっちかというとスラックスとかの流行ってるから、まあどうなんかなっていうのがまあデメリットで、もう一つのデメリットがっていうのがですね、僕一応これ要望はしたんですけどできなかった、技術的にできないっていうことだったんですけど、この後ろの、裾を折り返したとこっていうのがですね、セルビッチっていうのがあるんですね。でこのセルビッチっていうのが何かって言ったら、よくデニムマニアの人とかやったらこれが赤がいい白がいいとかって言ったりするんですけど、このセルビッチに関してはですね、デニムのアウトラストを使った生地の縫製上、生地ってねこの四角形みたいなのでブワーっとでっかい生地が来るんですよね。でブワーっとでっかい生地が来るんですけど、その端と端を合わせることによってセルビッチができるんですよ。でもそれがアウトラストの場合というのがそれできないんですよね。だからこれに関してはアウトラストを使ってしまったがゆえの、まあ、デメリットというか、アウトラストを使わへんかったらセルビッチあり のデニムって全然作れるんですけど、まあ、今回はアウトラストを使った方がより、まあ、僕の視聴者の方とかにも喜んでくれるんちゃうかなということで、まあ、セルビッチはちょっと諦めたっていうことになってますので、まあ、セルビッチが欲しい方はクラシックなデニムを探されたらいいと思うんですけど、ほんまはねセルビッチの色も黄色とかでこだわりたいっていうのがあったんですけど、まあ、それに関してはちょっと叶わなかったっていうのが、まあ、デメリットというかちょっと僕の残念な部分というか、まあ、でもその代わりアウトラストはちょっとどうしても外せなかったんで、まあ、アウトラストを採用したっていうことにはなっておりますね。まあ、その辺がデメリットということになっているので、まあ、ちょっとトレンド感っていうのがどうなんかなっていうのと、あともう一個がセルビッチが、採用できなかったアウトラストを使ったためにっていうところになってるかなと思います。ではおすすめの人がどんな人なのかっていうとですね、まあ、やっぱりアウターとか結構持ってたり、それこそダウンジャケットってごっつい感じになってる割にはパンツがちょっとどうしても合わんねんなっていう方なんかはこの1本持っといてもらえれば合わせやすいと思いますし、それこそなんでそんなことになってんのっていうとですね、これ何回も合わせたんですよね。このデニムを履いてダウンジャケットを着てサイズ感がどうなんかどう見えるんかっていうのを何回も細かく合わせてるんですよ。でそれこそですね、真夏の暑い時期からダウンジャケットを持っていて何回も何回もそうやって合わせた上で試行錯誤の上で着ているので、サイズ感に関しては間違いないと思うんですよね。だから
からこの一本を持っといてもらえれば何も考えずにアウターとの相性がいいようには作ってるので、まあ、ちょっとコーディネートで何合わせていいかわからへんという方なんかは、まあ、このパンツを合わせていただければいいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、デニムなんで普通にあの洗濯とかも取り扱いも楽なんで、まあ、そんななんかこだわってちょっと大事にしてくださいとか、なんかここをちょっと繊細に扱ってくださいとかでも全くないので、もう洗濯機でバーンって掘り込んで洗濯機でぐるぐる回して、なんやったらガス乾燥機でガーンってやったらどんどん色落ちもしていくので、まあ、その辺を楽しんでいただければいいかなというのがおすすめの方ですね。で、まあ、最後はサイズ感になってるんですけど、サイズ感がですね、これ苦労したんですよね。これ言ったじゃないですか、何回も苦労したって言ったんですけど、あの職人さんがですね怒ったんですよね。これ何回も何回もできんでって怒ったんで、1ヶ月か2ヶ月がほったらかされたんですよ。まあ、でもそれでも、ちゃんとね、作っていただいたということになってるので、まあ、基本的にはもう僕の案を全て採用してて、どの企業からも口は出されてないので、全部僕の思いこだわったこだわりが詰め込まれたパンツになってるんですよね。で、まあ、冬でも履けるし真夏でも履ける、他のデニムとはなんでこんな違うんやろうってなったらアウトラストやからねっていうことになってくるんですけど、まあ、そういったサイズ感を見てもらいたいなと思うんですが、まあ、今回に関しては SML XL って4展開作ってるんですね。 S サイズでだいたいウエストが30インチぐらいで、 M サイズで32インチぐらいで、 L サイズで34インチぐらい、 XL サイズで36インチっていうことになってるので、まあ、大体の男性の方は履けるんかなと思いますので、まあ、最後はサイズを見ていただいてお別れしたいなというふうに思いますということになってますので、まあ、結構これはこだわりにこだわって作ったあのデニムになってるので、まあ、前回のパーカーもめちゃくちゃこだわって作ったんですけど、このデニムも結構こだわって、まあ、職人さんと、まあ、揉めながらもやったんで、気に入っていただける方がいると嬉しいかなと思いますし、まあ、コーディネートでちょっと悩まれてる方がいらっしゃったら、このパンツ履いて合わせやすくなったわとか、まあ、今まで服考えるの嫌いやったけど、このデニム履いてからなんか服考えるの楽しなったわっていう方が一人もいらっしゃったら嬉しいかなというふうに思いますということになってますので、本日はですね、こちらのアウトラストの国産デニムを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。